おじさん、こんな技かっこ悪いよ。かっこ悪い？そうかな。でもこの技はすげえんだぞ。教えてくれたメタモル星人なんかぶっちぎりの強さになっちまったんだから。だけど、あ、それよりおじさん、スーパーサイヤ人3を見せてよ。さっきはレーダー取りに行ってて見てないんだ。僕もスーパーサイヤ人3見たい。あ、無理だ。ええ、フュージョンで合体しなきゃとても勝てる相手じゃねえ。うわ、甘く見んな。そうかな。さあ、修行の続きだ。参ったな。よし、一度だけスーパーサイヤ人3を見せてやるぞ。え、ほんと？その代わり一生懸命フュージョンの修行やんだぞ。やめろ、悟空！地球にいられる時間がなくなるぞ。どうせ時間はねえさ。トランクス、ゴテン、よーく見てろよ。はっ！まずスーパーサイヤ人。これがスーパーサイヤ人を知ってたスーパーサイヤ人。